こうできた。ホバーボード。え、あー痛い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 。ちちちやるしかないやるしかないやるしかない。死んだら吸収できないんだよな。吸収しろ。おお、しきったー。へえ。いて。してんよ。これでもあれかな、ちょっと音。レンダリングが。お、来た来た、これだよ、これ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 。うわ、早い。こういけば、シュポーン。すげえ、カタパルトだ、カタパルト。すげえ、俺、カタパルトとかもう、見たの遊戯王以来なんだけど、すげえ。さ、それでは探検していきましょうかね。あ、そういえばなんか、湿地になんか、なんかいるって言ってたな、なんだっけ。あ、でも言うほどこの湿地広くない、もしや。え、あ、これじゃね？さっき俺がサイトで見たのは。出た、スピットバグだ。これだよ、これ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 、そう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 、スピットバグ。痛い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 。待って、熱い熱い。そういえば、お乳のやつ作るっつって作ってねえじゃん。ちょっと待って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 。いや、でもこんぐらいだったら、こんぐらいのレベルだったらいけるか。待って待って待って。待てよ、待てよ、待てよ、待てよ。とりあえずこれを降りよう。ほっ。そい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 。そい。よーしよ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 し。吸収吸収吸収。あれ、吸収できてない、できてない。できてねえ、できてねえ、間違えた。全然できてねえじゃん。壁埋まってるじゃん。とりあえずスポブロ壊すか。おい。待って、熱い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 。普通に火はダメージ受けるんだな、これ。熱い熱い。ほらほらほら。まとめてやったら、あ、なんか吸収した。吸収したけど、ちょっと待って。吸収したけど、ちょっと待って。あれだ、アメジスト落とすんだね、こいつら。よしよし。待って、これ間違って水落ちないようにしないと。危ない。オッケー。スピットバグの巣攻略。ででん、熱熱、え、なんでなんでなの、これインスタントサバイバルシェルター。強そう。強いっていうかあれかな、シェルターってことはなんだろう、こう万が一地球に隕石が落ちてきた時にインスタントだから、これを外にペッてやれば急にピュッてシェルターができて、それに避難できる的な。はい。あ、ちょっとこいつ能力なんかない。なんか、知らねえの、知らねえの吸収してる。お前、いつからいた？あ、結構あるんだね。段差を、あれか、ジャンプしないで登れるのと、あれ、落下がダメ？落下がダメ？と、あとこれなんだ？ゾンビのマーク。わかんねえ。あと、火が、あ、違う、落下向こう、火向こうか。なるほど。カニもいる！よりどり緑じゃねえか。おいおいおい、ボスのバーゲンセールか。おい、待て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 。ここはちょっと水辺なんで、ちょっとフェアリー危ないんで、どうしよっかな。蜂でいくか。蜂 vs カニ、世紀のなんだ対決。ちょ、うわ、来た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 。おらおら、うおー強い。待って待って、そういえば蜂もダメだったっけ、蜂もダメだったっけ。ダメでしたね。ダメでしたね、普通に。そっか、低いかな。じゃあ、マンティスだ。マンティス安定だな。マンティス VS カニ、世紀の対決。リディファイ。強い強い強い。意外と強いぞ。ほっ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 。陸に上がったが、最後。まだダメージ与えられてる感がないんだけど、すごい。よしよしよし。ほい。ほいさ。ほい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 。後ろにま、痛い。こう、上から、上から急に落ちて振ってくる作戦。普通にダメージ受けない。ほっ、振ってくる作戦、振ってくる作戦。痛い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 。ひたすらこれで、これでいきましょう。よいしょ、 OK。 あと7、あと一撃だな。よいしょ、はい。あ、上からポン。 OK、 吸収。さあ、このカニさんは何の能力なんでしょう。てか、なんかアイテムみたいの。ラウクラミート。あ、これかな。あんだけ、あんだけ血まみれになって戦って結局戦績に行く。そして何の能力も持っていない。それでは一回ちょっとお乳の装備が欲しいので、ちょっともうホバーボートはもうめんどくせえな。めんどくせえとか言っちゃった。てか、どこやったっけ、ホバーボート。あった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 。これだ。あれだね。移動もちょっとしたアクティビティになるんで。あ、ちょっと、ここでせっかくだから。あ、待って、すげえいいこと考えた。すげえいいこと考えた、俺今。待って、俺天才かもしれない。天才かもしれない、俺。
あれ、ホバーボートは？ホバーボート、ホバーボートは待って、ホバーボート一個のギャグのためにホバーボートを失ってしまったかもしれない。ホバーボートが消えてなくなりましたね。さすがにあの重みには耐えられなかったか。あれだな、マイクラは重力無視が基本なのにこういうところはリアルなんだな。これあれだね、ちゃんとなんか胸も再現してあるんだね。はい、どうもこんにちは、アルです。というわけで、私は今どこにいるでしょうか。まあ音でもわかる通りね、マンティストラップの上におります。というのもですね、ちょっとこのマンティストラップ、あの外周にあのアイテムが落ちて、あのそれが流れないよっていうあの問題点があったんですけど、それをですね、まあ僕知識とかなんかマイクラの水流の知識とか何にもないんだけど、とりあえずなんかゴリ押しでゴリ押しで流れるようにしました。なんかほんとゴリ押しなんだよ。なんかここ2段掘ってなんか奥から始末でなんかビャーってやったりとか、なんかねすごいね、無理やり、外周からこう水を流して、ちょっとこれ飛んだ方が分かりやすいかな、まあ、こんな感じで。すごいすごいなんかさ、ガバガバじゃない。この辺もなんかすげえ、なんかここ段差あるしみたいな、すごいガバガバなんだけど、なんとかまあまあまあ、ここにこの一箇所に外周とかのやつが全てここに集まるように、しました。はい、というのもですね、もうアルティメット装備がもう老朽化してきてるので、もうここでちょっと一回またたくさん集めようかなと思って、やりましたと。じゃあそれではね、ちょっとさ早速ちょっとどんぐらいで、まあ、ある程度集まんのかとちょっとやってみようと思います。まあ、適当にこんな感じですかね。こんな感じでちょっと、まあ、どんぐらい溜まんのかっていうのをちょっとね、検証してみたいと思います。だってこいつ倒したっけ、こいつ倒してないんじゃね、もしかして。ちょ待ってこいつ多分倒してないよね。あれ、なんか偶然いたけど、ちょっとこいつ倒すか。確かこいつなんか懐くみたいな話も聞いたけど、とりあえず倒しましょう。よっよっ、あーすげえ、ノックバックすげえ。お、これ強いな、なかなか強いな。よいしょ、オッケー。おっと、魚落とした。お、なんかすげえの落としたな。よいしょ、あ、拾えねえんだこれ。ほら、ちょっと待って、一回拾いたい。木材いらない。この青いやつ、青い、お前じゃない、お前じゃないんだよ。オッケー、これウォータードラゴンスケール、あ、ウォータードラゴンの鱗ね。で、さっきのウォータードラゴンよ。はい、来た、新しいね。やっぱりこれは何だろう、水でも早く動ける的な、そういう感じかな、わかんないけど。これまあいいや、このままでいいや。とりあえずここの効率をちょっと検証してみたいと言って思います。言って、え、まだいるよから、よ、オッケー。せっかく苦労して作ったのになんか変に邪魔されちゃった。よいしょ、さあここで待ち構えて、まあどんぐらい流れてくんのかと、まあそういう感じですよ。10分ぐらい待つか、10分ぐらい待とうかな。あ、じゃあちょっとその間に歯磨いてこよう。俺が歯磨いてる間にどんぐらい集まるか。よし、やろう。待って、これ流れてきてる、ちゃんと。これあれ、もしかしてちょっと遠すぎてあれが反応しないとか、そういうオチはない。これあれ、回収位置が遠すぎてマンティスがスポーンしないとか、そういう、まあとりあえず歯磨いてくるわ。歯磨くわ。はい、どうもこんにちは、ハルです。というわけで、歯磨きからね、まあ、15分ほど経って戻ってきたんですけれども、溜まってないっすね。しかもなんか変ないるしな。やっぱりこの回収場所がちょっとトラップから遠すぎて、多分スポーンしないんだろうね。これはあれだな、どうにかするしかないな。どうしようかな。水流をこっち向きにするか。そうしよう。じゃあちょっと改良しましょうかね。まあもう、まあ、アルティメット装備作れるよな。もう改良は後で、とりあえずあれだな、残ってるこのバニラの世界の、あのまだ吸収してないやつはちゃちゃーっと吸収しちゃいまして、アリの世界行きましょうか、早く。もうあのコメントでね、結構ね、もうみんなもうアリの世界はよってね、みんな言うんすよ。だからもうみんなもう待ちきれないでしょ、さすがに。じゃあもう行きますよ、もう早いとこね、砂漠見つけて、なんだ、雪原バイオム見つけて、そんでなんかドスガレオスみたいなやつと、あとなんだっけ、スコーピオンみたいなやつ倒して、まあ
行きたいと思いますと。この淡々とした作業さすがカットール。おお、なんか木の化け物いる、木の化け物いる。え、こうしてこうしてこうしてこうじゃできた。よし、ザ・アルティメット・ボー試し撃ちしよっかな。